こんばんは。今日私はね、栃木県華厳の滝に来ているわよ。いや、説明不要の滝、華厳の滝よ。さあ、行こうよ。さあ、華厳神社というふうになってるわ。何？華厳とは、八潮の花が岸壁に美しく咲き誇る様を言い、そこから流れ落ちる滝を華厳の滝というようになったと言われる。なるほど。華厳とは、へえ、岸壁に咲き誇る花のことを言うと、確かに花厳しいって書いてあるわよね。いや、もう全く何にも見えない。こんな、なんか光の線みたいなのはっきりすることあるっていうぐらい霧が半端じゃない。でも下にでも降りれるっぽいな。あ、まあだからここから見えますよっていう話よね。ただもうガチ何にも見えない。あ、そう、光の速度がすごいわよこれ。まだここから見るとしっかり見えるんだろうね。はい、な、夜って霧が深いと何にも見えません。まあ私ね、でも華厳の滝ってこういう感じじゃないと思ってたんだよね。もっと完全に割と結構山道を歩いた末に行けるそういう場所かと思ってたけど、こんな感じなんだね。今一瞬だけ気配がしたけどね。この普通の道でさえこんな感じだもんね。まあそれは何も見えないわけだ。はい、華厳の滝でした。はい、またね。こんばんは。はい、今日は栃木県に日光のですね、足尾小学校の分校っていうところに来ております。でね、これちょっとね、ふと思いました。記念碑って書いてあったんで、まあこれ中に入らないでおこうと思います。多分入れないっていうか入っちゃいけない、大人として。はい、それでは行こうよ。そうね、これはね、多分そういうことで覗かしていただくことだけいいかなっていう感じかな。ね、学校の階段的な。はいはい、これだからみんなの思い出の合唱曲は何でしょうかね。っていうかもう学校感がない。裏だったらあれかな。見えないってね。見えませんっていうパターンね。
はい。まさか開く？もう開いたらちょっと土足では入らないけど。開かない開かない、よかった。開かないであってほしいわ、むしろ。まあこんな感じね。常識的に考えたら中入れないだろうし、まあここを卒業された方とかいらっしゃると思うんで、それはね、なんかこう、まあそれを言っちゃったらね、すべてそうなんだけど、黒板。はい、お邪魔しました。はい、そしてこちらがね、文社じゃない方ね。はい、立ち入り禁止です。当たり前よね。当たり前です。ただそのこの外側、外側っていうかもうこれ以上行かないけどね。はい。てな感じでした。しょうがない。当たり前よ、当たり前。もう来る前からうすうす分かってたことね。で、もちろんですけども入りません。でもね、まあ、せっかくだから、この、みんなが、ね、このチャンネルを見ている皆さんがね、どんな、合唱曲、覚えてる童謡とかね、あったらコメント欄で話でもしましょうよっていう、そんな動画でしかないっていうね。ちなみに私はね、坂本九さんの心の瞳、あれもう最高ね。それじゃあまたねー。はい、こんばんは。今日私はね、栃木県の小山市にある城山公園っていう場所に、まあ、来ているんだけどね、ここ幽霊が出るっていう話なんだけど、でもどう考えても普通の公園よねっていう感じよ。これは申し訳ないけど普通の公園です。あ、冗談狂わ跡、小山市定石で、まあ、幽霊のね、目撃、情報みたいなのも、まあ、少なめだけどあると、ここにはいらっしゃるというふうに、まあ、噂はされていると、いうことよね。立ち禁止。あ、工事。ああ、そうですか。なるほどね。はい、わかりました。はーい。終わりでーす。これは終わりでーす。こんばんは。今日は私はね、埼玉。愛犬家連続殺人事件、1995年に発生、認知されたアフリカケンネルっていう場所に来ているわ。ここは映画冷たい寒水魚のモデルというか、まあ、ほぼ実話の、まあ、現場になった場所ね。犯人は死刑になっています。4人殺害。そんなところ。まあ、もっと多くの人が亡くなってるっていうふうに言われているわ。死体なき殺人という、そういう場所です。それでは、入ってみたいと思います。行くわよ。いや、行きたくない。でも、行きます。
まあ入れないのかな。うん。入れたね。でも工事中って感じね。あのそうやん。うん。ダメね。入れない、ダメ、中止中止。こんばんは。今日私はね、栃木県足利市にある門田稲荷神社っていう場所に来ているわよ。ここはね、縁切神社というふうに言われているのよね。え、パワーありそうよね。まあでも怖い感じしないわ。うん。行くわよ。縁切神社っていうの、ねえ、なかなか聞いたことないというかね、そういうのあるんだっていう感じよね。で、まあ、例えばギャンブルと縁を切りたいとか、タバコから縁を切りたいとかね、なんかそういう話らしいわ。まあ、悪友とかと、縁を切りたいとかね。じゃあ失礼します、入ります、くぐります。うわぁ、こちらなんで、すっごいわね。お邪魔します、お邪魔します。はい、かまたん来ました。かまたんが入ります。お邪魔します。わあ、わあわあわあ。ほう。なんかいろいろこう、結んであるのね。カラン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 って。言ってますね。ちょっと面白いのをちょっと発見しちゃったわよ。いや、必ずしもその何かを切りたいとかいう話は特に書いてないのね。うん。職場の心ない対応をする人たちと心を傷つける人との縁が切れますように。素晴らしい。素晴らしいというか本当、これはね、正直私もそう思ってるわよ。こんなこと言ってね。ね、こんなこと言ったらだけどね、うん。いや、今のカットね、完全に職場の人もこれ見てるからね。いや、まずいわね。まずいわね。まあいいわ、まあいいわ。うん。ね。名前ね、個人名が、書いてあって、その人が会社から消えますようにって書いてあるわ。まあ、要するに、厳しい上司、すごいパワー話してくる上司とか、そういうことなのかもしれないわね。これちょっと、あんまりあれかもしれないよね。やめとこう。やめときます。私もね、これお賽銭しようかな。やめとくわね。夜中に来てね。お賽銭か。まあでもいっか。ちょっとならね。
まあ何か、いろんな思いがね、ここに重なってるんだろうね。はい。もう全然心霊スポットじゃないわね。うん。結構上位だったのよね。栃木県心霊スポットって調べるんだね。はい。すいません。ありがとうございました。お邪魔しました。この三つどもえ。ありがとうございました。またねー。こんばんは。今日私はね、石垣山城跡っていう場所に来ているわよ。ここはまたの名を小田原一夜城っていうふうにも言うのよ。すごい岩いわよね。岩がすごいのよ。なんかね、私も今うる覚えだから、なんとも言えないんだけど、なんか周りの木を伐採して、このお城が見えるようになったと。で、作ってる最中は、そのお城が見えない状態だったから、まるで一夜で、そのお城ができたような風に見えたから、一夜、小田原一夜城っていう風にも言われてるんだって。で、ここはね、まあ、観光スポットよね。まあでもね、この心霊スポットサイトにはね、まあいろんなこと書かれているわよ。このお城を築いた時にね、まあちょっとそれが過酷だったのか何なのか、それで結構苦しい思いをした、そのここで働いてた人がいたんだって。わ、早速なんかすごいわね。普通の管理棟だって。本丸？え？ああ、そう。左が本丸って書いてあるけど、何もないわね。はぁ、あ。わかんないけど、景色が綺麗ね。相模原の景色ね。なんせ私ね、よくわかんないまま来ちゃってるからね。まあ、前田のことなんだけど、二の丸跡。これは違うよってことね。じゃあ、こっちか。この階段みたいなすごいわね。岩ね。すごいわ、これ。小田原合戦と一夜城伝説って書いてあるわね。はぁ。石垣山って書いてあるわね。北条氏 VS 豊臣氏の小田原合戦。天下分け目。そして、戦国時代は終わる。話は変わるけど、小田原っていいところよね。なんかいろんなのがあるイメージあるわよ。なんだろう、一つ一つがね、なんか優しい感じの、なんかそんな感じがするんだけどね、丁寧な。あれ、どうやって帰るんだっけこれ。ほんと方向音痴大変ね。ほんとこれだから参っちゃうよね。ましてや暗いからね。あれ、私どうしたら帰れるのこれ。あれ、なんか違うわね。あれ、
どっちにしろここじゃないのかな？あれ？ん？展望台？すごいわね、これね。さ、帰るわよ。こんばんは。今日私はね、東京都西多摩郡のね、稲沢隧道っていう場所に向かっているっていう、まあそんな状況よ。でね、近くに川が流れてるのよ。川の音がね、するわよね。とにかく真っ暗よ。いやー、しかもこれ本当に山。はい、現れました。いやー、いやー、総量8トンを超える車両の通行を禁止するって書いてありますよ。いや、これは怖いね。いやー、これあのね、レンガ作りって聞いたんだけどね、違うっぽいわね。あ、なんかでも、うわ、声が、こっからレンガになってるっていう感じね。うわ、すごー。レンガっていうか、レンガにもなってないわね。もう、ゴリゴリの岩ね。うわー。いやー、すごい。こんなトンネル見たことないんですけど。きやー。ああ、これもほら、完全にこれトンネルなんだけどね。あの、岩よ、岩。うわ。で、ここではね、あの、男性と女性の霊が出るっていう、まあ、そういうふうに書いてあったんだけど、あの、なんで出るのかとか、そういうことも書いてなかったからね。まあ、なんか、あの、何、それは男性か女性の霊よねっていう感じが私はしたのよね。それ霊がいるよなんて言ってね。うん。特定はこれっていうわけじゃないから、多分ここではその、あのね、ポチャポチャ言ってる。そうね。あそこら辺でポチャポチャ言ってるわね。ほう、ほう。あ、でもね、これね、あ、わかったわかった。あのね、要するに、あれよ、もともと多分レンガ作りだったんだと思うわ。お、何、気配するわね、今ね、下、後ろから下はね。そう、なんだけど、ほら、こんな風にね、ちゃんとされたのかな？わかんないけど。まあ、確かにね、レンガだった風ではあるのかな。うーわー、うわ、これすごいわね。あ、きゅ、あ、ほら、ゴツゴツ岩があった場所は、あの、声が響かなかったけど、ほら、こういうツルツルの壁になった、ツルツルっていうかね、こういう壁になった途端に声がすごい響くわね。いやー、出口でーす。いや、星ね、私こんなに星が綺麗な、あの、シーンを見たことないかもしれないわよ。本当に、私ね、満天の星空とかね、見たいなーなんて、ずっと思ってたんだけどね。まあ、これは、満天じゃないかもしれないけど。
じゃあね、写真を撮っていくわよ。ああ、怖かったわ。ああ、はい。じゃあ、またね。こんな感じになっちゃってるけどね、私に。ちょっと、奥多摩怖いわ。うん。これだもの。いや、これは怖いわよ。まあ、いいわ。そんじゃ、またねー。